言者と彼の信者たちは夜の闇に紛れ、東の帝国の国境付近の曲がりくねった道を移動している。どこに向かっているか見当もつかないが、彼らにも行く当てなどないのではないだろうか。しかし彼らはその異端の活動が一掃されるまで我々が手を緩めないことを知っている。国境付近の住民が彼に隠れ家を提供している。そのような援助をした住民から役に立つ情報を何一つ得られないのは興味深いことだ。トリニティの権威で脅そうが、ナイフの刃を彼らの喉に押し当てようが、彼らは沈黙を守り、そして死ぬ。自分の知ったことを決して漏らすことなく。預言者は人々に対して不思議な影響力を持っている。なればこそ彼の口は塞がなければなるまい。もう冷たそうね。骨を切り出して作った矢尻だ。これはモンゴルの技術のようね。これはカブラヤね。モンゴルの弓兵が音で敵を威嚇して混乱させるために使ったものだわ。
ビザンティンの牙霊戦？どうやってこんなところまで。この近くのはず。ビザンティン時代のブローチ、見事なエナメル細工ね。肖像画に傷が、預言者を描いたものみたいね。信仰を隠さなければならなかったんだわ。逃走中の預言者は帝国を越え、現在北へ向かっている。私は今、馴染みの薄い地域に足を踏み入れている。トリニティの命令は明白だ。地の果てまでも偽預言者とその信者を追跡し、彼の異端の教えを亡き者とすること。しかし当初の想定より数ヶ月以上もかかっている。彼は未だに私を手玉に取っているのだ。彼はハザールの地を横切ってコーカサス山脈を横断する。ここに私の不利な点がある。私は帝国のあちこちで話される言語のうち多数を習得している。しかしこのような奥地ではしばしば敵対しない程度のコミュニケーションしか取ることができない。預言者の方はまるでそこで生まれ育ったかのようにあらゆる言語に通じているようだ。
私は敵じゃないわ。それはどうかしら。向こうで人を殺したでしょう。殺さなきゃ殺されてた。あなたも同じでしょ。彼らはいつ来たの。数日よ、せいぜいね。仲間がたくさん連中に捕まった。あなたも手遅れになる前に出て行きなさい。そうはいかないわ。私には大事な目的がある。奴らもそう言う。今度見かけたらあなたの喉に弓矢を突き刺すわ。あなたと私は味方同士。どうか分かってほしい。下で何が起きてるの。